いつも AI ニュースをご覧いただきまして、本当にありがとうございます。IT 担当の愛子です。令和2年には、東京オリンピックの他に、スマホ通信などに利用される 5G が話題ですが、この 5G というものは、人体にどんな影響があるのでしょうか？悪影響があるというお考えの中には、利用される電磁波が直接的に人体を壊すと考えている人も多いようですが、私はそれよりも深刻な不安を抱いています。つまり生態系への悪影響です。ある研究検証によると、 5G によって最初に影響を強く受けるのは、ミツバチなどの花粉を媒介する小さな昆虫だということです。この昆虫たちが人間よりも早く悪影響を受けることによって、植物の成長や農作物の育成不足などの現象を招き、結果的に生態系を破壊して人間の生存条件を大きく変化させてしまう。こんな心配の方がより現実的に思えるのです。電磁波や超音波など人間にはさほど影響がないと思われているものでも、小さな昆虫や小動物や微生物にとっては大きく悪影響するということもあります。我々の便利さには常に未知のリスクが潜んでいることを、ちょっと立ち止まって考える時期が来るのかもしれません。あなたはどのようにお感じでしょうか？私からのしびれるテレパシー、感じてくれているでしょうか？以上、愛子でした。